先週の公開練習日、連勝中のチームにありながら、じくじたる思いで次の一戦へ向け準備を進める選手がいました。今シーズンのリーグ戦は開幕戦以外のすべての試合に出場し1得点、ここ12試合ではずっとスタメンに名を連ねている福田未来選手です。体的にはまあ大丈夫ですけど、その自分がやっぱその決定機をやっぱ決めきれないっていう部分で、そのメンタルのきつさがあります、ね、そうですね、やっぱりなんか緊張しますだし、ちょっと焦りが出ちゃうので、まあ、そこの冷静さっていうのはやっぱりつけないといけないなと思います。地元なので、まあ、その家族とか友達とか親戚も来るので、まあ、個人のことですけど、まあ、そういうところでまあしっかりみんなに恩返ししたいですし、うるさいっす、うるさいっす、マジで今結構いいこと言ってた、いいこと言ってた。キックオフ鹿児島、浅野体制初黒星も福田選手はやりました。ラーメンキックチャレンジはシーズン4突入、奄美大島のみんなが挑戦します。昨夜の千葉、今シーズン直接対決2連勝のジェフに対し、ユナイテッドは前節と全く同じ11人で臨みました。まあね、連勝もしてますし、はい、だいぶメンバーも安定してきたのかなと、うん、今すごく調子のいい選手を並べてきてるなって感じですね。そうですね、はい、さあ試合開始からしばらくはジェフペース、立て続けにゴールに迫られるシーンもありましたが、しっかりと寄せて最後は出森が抑えます。でも最後のところはね、みんな集中してできてましたから、いい配慮をしたんじゃないですかね、はいはい、すると徐々にユナイテッドペースに、前線からしっかりと相手にプレッシャーをかけ、わずかなミスを見つけたら一気に畳みかけて奪います。ここは藤村が持ち込んでそのままシュート。いや、いいですよね、この試合もやっぱりいい守備からリズムをつかんで自分たちのペース持っていきましたよね。はい、直後のコーナーキックはこぼれたところに藤本、さらに左サイドからはまたも藤村、そして流れが生まれるとこの人がやってくれました。前半16分、鈴木が体を張ってつないでくれたボールを福田がシュート、逆サイドまで流れますが折り返しに再び福田。いや、素晴らしいゴールでしたよね。まあ、ここ最近の鹿児島の攻撃、何がいいってやっぱり、はい、人数、枚数がかけられている分、福田選手、今、1本目、シュート見せたんですよね、はい、でも、ああやって遠藤選手が拾ってくれて、2次攻撃、3次攻撃につなげられるっていうね、厚みのある攻撃っていうのがね、今、鹿児島、すごくいいですよね。1回の攻撃で終われないということですね。そう、素晴らしいと思います。福田の今シーズン2点目で先制します。畳みかけるユナイテッドは、コーナーキックから。うまく拾って最後は岡本、今度は遠藤のヒールパスに山口、右からのコーナーキックには戸根、しかし2点目が奪えません。この時間にね、やっぱり1点取れてればっていうのはすごく、まあ、たらればになりますけど感じましたよね。はい、すると前半37分でした。相手のクリアボールが岡本のもとへ、ここでピッチに足を取られます。ここから一気にカウンターを受けるとゴール前を固めますが、ボールを細かくつながれて最後はテクニカルなヒールショット。これシュートね、シュートうまかったですよね。岡本選手は別に気にする必要ないのかなと僕は思いますね、はい、やっぱり守れる時間もありましたし、シュートを褒めるべきかなとは思いましたね。同点のまま後半へ、ユナイテッドはフリーキック、藤村、先制ゴールの福田がセンターサークル付近で受け取るとドリブル、相手に引っ張られながらもそのままシュートまで持っていきます。やっぱりこのあたりも成長ですよね。失点した後でもこうやってもう一回自分たちのペースに持っていくっていう、はい、鹿児島らしさが出てました、うん、はい、しかし後半22分でした。
ユナイテッド浅野監督になって初めての複数失点で6試合ぶりの黒星です。こんばんは、キックオフ鹿児島です。いや悔しかったですね。悔しかったですね。もうでも切り替えて次に行けばいいんじゃないですかね。その悪い試合じゃなかったんで、はい、そうなんです、はい、それでは順位表を見ていきますと、まあ、一度敗れてしまうとまたちょっと降格圏には戻ってきてしまいましたが、次もアウェー戦4月にホームで敗れてしまった山口と対戦します、はい、ここで勝ち点を返してもらいましょう。そうですね、はい、さてここで J リーグからのお知らせです。今年の夏休みに全国で合わせて18万名様を ご招待するキャンペーンを実施しています。鹿児島ではご覧の試合にそれぞれご招待いたします。7月13日土曜日のザスパ群馬戦はあさってが応募締め切りです。この機会にぜひスタジアムにお越しください。夏休みは J リーグに遊びに行こう。この後はロングキックチャレンジです。ロングキックチャレンジシーズン4 in 奄美大島。ということでシーズン4は奄美大島の子どもたちにロングキックに挑戦してもらいます。でもその前にまた今回も、はい、田上さんせっかく来てくださったので、お手本をまたみんなに見せていただけないかなと。なるほど、お手本、田野さんのお手本見たい人、見たくない人、もう一人です。いいね、お笑い分かってますね。ということでみんなも見たいということなんで、はい、じゃあお手本を、ま、ロンキック照らしていただきますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。田上さん、ちなみに目標は、あ、目標は 50m です。 50m、はい、おー、いきます。あ、いいね、いいね、いいね。おー、やばい、測定不能です。ここが50なんで。ってことは、あそこが50なんで、ここですよね、ここから44から56メーターでした。いやいや、結構すごいからね、これ。田上さん、見事なキックでした。さすが応援リーダー。せーの、ゲーゴー。それでは行きましょう、ロングキックチャレンジシーズン4。今回挑戦するのは FC 鉄道FC 達吾。じゃあお名前教えてください。6年南光輝です。光輝くん、じゃあ、好きなサッカー選手、これを教えてほしいんですけど。三笘。あ、三笘選手、はい、なんで三笘選手好きなの。トラップとかが上手で、小指のトラップを上手になりたいからです。おー、素晴らしいね。ロンキー蹴ってもらうんですけど、記録どれぐらいいきましょう。45メートルぐらい。お、45メートルが目標。じゃあ最後に気合いの一言お願いします。45メートル絶対飛ばすぞ。ゴー。それでは南光輝さんの挑戦です。見てみましょう。高さのあるキックを見せてくれた光輝さん、果たして記録は34メートル50センチです。どうでした、34メートル50でしたけれども、いかがでした、蹴ってみて。
思ったより記録が伸びなかったので、また次来てもらった時は 40m を越したいです。素晴らしい。そのためにまたじゃあ練習を頑張ってください。はい。南幸喜さんの挑戦、記録は 34m50cm でした。いや、素晴らしい曲でした ね。シーズン4が始まりました。はい、2人とも奄美の方にロケに終わった後ね、初めて試合したんですよ。そうなんですよ、はい、あの奄美の子供たちと一緒にね試合をしても、はい、3日間動けなかったみたいです。全身筋肉痛で、はい、サッカーの凄さ分かったみたいなので、はい、その模様もまた、はい、あのオンエアされるあるかもしれないんで、皆さん楽しみに、はい、ぜひ見てください。はい、そして週末は皆さんまた一緒にユナイテッド応援しましょう。お願いします。今週もありがとうございました。ピークオフ。